はい、道の駅工藤山に到着しました。時刻は7時22分です。母大いなるチャレンジパート 25。25。5回目です。5回目の高野山、はい、挑戦します。今何歳ですか ?83? 80、4月7日で84歳。4ですね。はい。じゃあ頑張っていきましょう。どうですか地震のほどは。はい。大丈夫大丈夫。今あんたそんなの大丈夫じゃなかった。どうすんのよ。登れるかな全然大丈夫ですよ。今のとこは。はい、自尊院に到着しました。7時31分です。ここが180。こっから始まんね。あ、こっから始まる。うん。178。えらい咲いてます、桜が。ほら見てみ、桜満開かもわからんで、ね、桜。はい、8時15分、展望台に到着。来ました、みかんの無人販売所です。17キロ。17キロ、4キロ歩いたい。大丈夫か？どうですか？どうですか？はい。いけそう？いけるよ。よ。
83歳で、うん、はい、9時13分接待場に到着しました。ここで休憩します。はい、六本杉到着、9時45分です。距離は 5.5 キロ。はぁ、六本杉。大丈夫？大丈夫です、私。大丈夫。それは失礼しました。うわ、しっかりした足取りやな。はい、休憩。ここすごいやろ、景色が。え、なんやそれ。はい、11時14分、食事を終えて出発します。はい、行ってください、こっちです。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。ご心配なさらないでください。危ない。危ない。11時36分、100兆です。100兆。100兆です。頑張れ頑張れ。はい、80兆。100兆歩きました。12時17分です。100兆制覇。100兆歩いたから。わあ、わあ、おお、100兆歩いた。元気やな。元気、元気ですね。うん、行ってください。はい。
まだまだしっかりとした足取りのようです。はい、道路が見えてきました。まもなく60丁の八立茶屋です。餅売ってるでしょうか。いらんです。ありました、焼き餅。しんどんなったら困るか。食べへんの。ありがたいけど食べや。ちょっと急な上り坂になります。残り60丁頑張られるか、というか頑張ってもらわな帰られへんけどね。はい、頑張りましょう。はい、55丁に来ました。今朝がけ石です。ここをくぐったら長生きするらしいで。あ、どこちゃうの。純子さんがくぐったこの辺くぐられへんここくぐったら長生きすんねんて。くぐってみるか。無理やろこんな。くぐれるはずないよ。今朝がけ石です。上げ石、はい、1時22分押し上げ石ですどうすんねん。降りれるんかいな。はい、先ほどちょっと石につまずいて転びました。あ、花粉がちょっとすごいです。足は痛いところはないけど、ちょっと疲れが出てきたようです。強がってます。ちょっと転ばれたようですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うん、はい。どこも痛くはないけど、ちょっと疲れが出てきましたね。ああ、頑張ってくださいね。はい、1時57分40丁です。距離は 15.9km です。道路を渡ってから少しだけちょっとまたきつい登りがあります。登り切ると東屋があります。頑張れ頑張れ。はい、2時ちょうどです。東屋に到着しました。30丁。30丁です。2時21分 16.9km 30丁、残り30です。残り30ですけど、残り30やな、はい、わかりました。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、いよいよ終わりに近づいてきましたけど、はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。元気ですね
おっちゃんバテてる。今日は酒がうまいで。うお、今日は酒がうまいらしいです。すごいな。はい、最後の踏ん張りどころです。ああ、坂になったらしんどいな。うん。サロンパスで終了しました。はい、3時7分10丁です。距離は 19.2 キロです。まもなくゴールです。なんとか7時間台で行けそうなあれですね。9時間コースと思ってましたが、後半なんか頑張れたみたいです。さあ、間もなくゴールです。大門へ一歩一歩と近づいております。やりました。83歳、来月84歳、頑張りました。5度目の高野山、なんとか7時間台でゴールできそうです。やりました。お疲れ。3時17分です。なんとか7時間台でゴールです。頑張りました。83歳、来月84歳。ちょっと泣きそうなのね。すごい。どうでしたか。ありがとうございました。はい、大丈夫でした。はい、大丈夫でした。おかげで登れました。すごいね。こっちは足を修理してます。ギリギリ。5回目の高野山成功です。5時26分、道の駅到着。お疲れさん。お疲れさん。ありがとうございました。どうでしたか。運転大丈夫？大丈夫やって。よかったわ。よー歩いたな。